鮫島タイムスです。今日は衝撃のタイトルです。岸田復活のシナリオ、6月解散論が浮上。去年の年末までは状況は大きく違ってました。岸田3月退陣、新しい内閣で4月解散総選挙。こんな状況私予測してきたけども、状況は一変。まず皆さん、お正月にあった能登半島地震、これが今後の政治日程を大きく変え、岸田総理には有利になりました。もう一つは、岸田総理追い込まれた上で打ち出した派閥解散、これが効いた。キングメーカー麻生太郎直撃、キングメーカーが倒れると政治は大きく動きます。岸田総理息を吹き返したんです。もちろんその道のりは単純でありません。内閣支持率少し回復しました。 10% 台が 20% 台になってきた。まあでもまだ 20% です。まだまだ不人気、自民党の中でも国民世論でも岸田は嫌いだ。こんな状況なら解散総選挙は決して打てません。でも岸田総理着実に準備をしています。もともとは3月上旬のアメリカ訪問、これはバイデンさんに呼ばれて国賓待遇で奥さんと一緒に行く、これを花道に退陣させてしまえ、それが麻生シナリオだったけども、麻生さんこの派閥解消世論で一挙に窮地に立ちました。岸田さんそこで反撃して、このアメリカ訪問を4月10日に先送りした。これで3月退陣論を防いだんですね。岸田さんがバイデンさんに招待されたから、その前に辞めさせるわけにはいかない。ここで岸田さん一本押し返したんです。これも地震によって日程が窮屈になったことが一つの大きな要因、岸田さんに追い風になりました。この4月10日の国賓待遇アメリカ訪問で支持率を引き上げよう、これが岸田さんの思惑です。去年もウクライナキーウの電撃訪問で支持率を回復させた。今回はアメリカ訪問でこれを再現しよう。これが一つのポイントです。もちろんそんな甘くはない。岸田さん相当嫌われています。もう一つのポイントはやはり派閥解消でしょう。どんどん麻生茂木を悪者にして、俺は岸田派を解散した、麻生茂木は派閥にこだわっている、追い込めば追い込むほど岸田文雄は逆に高まっていく、こんな戦略なんです。これで内閣支持率をじわじわ回復させれば、4月28日の衆議院の3つの補選、これは本当は大逆風です。細田前衆議院議長、これは安倍派の元会長で旧統一教会の問題もいっぱいあった、この人の死去に伴う補欠選挙、そして柿沢未途議員の東京15区、公職選挙法違反で議員職に追い込まれた柿沢さんの後任を決める補欠選挙、最後は長崎3区、あの頭悪いね発言の谷川議員、安倍派の谷川議員の議員職に伴う選挙、この3つの選挙、普通なら自民大敗が予測される、この3つの選挙で3連敗なら岸田おろしが再燃するでしょう。実際皆さん、このままでは補欠選挙自民党は簡単に勝てないだろう、そういう予測も強くあるでしょう。私もそう思う。でも例外ありましたよね。あの萩生田さん、5人衆の裏金事件の当事者だった萩生田さんの地元八王子市長選挙、誰もが自民党弱いだろうと見ていたら、なんと萩生田さんの推す自公候補が勝っちゃった。なぜかわかりますか？これは三つどもえの戦いになって反萩生田法が割れたんです。つまり野党がまとまれないと常に自民党は競り勝つ、こういうことは繰り返してきました。今の野党、果たして一本にまとまれるのか、維新、立憲、国民、バラバラです。ここでちょっと風向きが変われば、今のところ裏金事件で歩調は合わしているけれども、あっという間に分断される可能性はあります。まだまだこれ、予断は許しません。岸田さん、何としてもこの4月28日までにアメリカ訪問に加え予算成立、こうやって内閣支持率を回復してここを勝ち越したい。勝ち越せばその勢いで6月解散を狙う。6月には一応不人気だけども、あの所得税減税も実行
行される予定です。本人はこれ非常に国民の人気があると信じている。このタイミングで一挙に解散総選挙を断行してしまえ。ここで勝てば9月の自民党総裁選、その前に国民の信を得て勝っちまえば総裁選は無投票再選になる。これが岸田さんのシナリオです。派閥は次々解散し、今や自民党議員の7割は無派閥です。総選挙に勝てば岸田さん、もう派閥の親分たちは自分より弱くなっている、俺が再選する道筋を果たせる。これは総裁選挙の前に解散総選挙を断行してしまって総裁選を事実上無投票で乗り切ってしまえ。これは歴代の自民党総理もみんな考えてきたシナリオです。そう見た岸田さん、ターゲットを6月解散に絞った。問題はそこまで内閣支持率を回復できるかどうか、ここが最大の焦点になってきました。ここで忘れてならないのは政治資金規正法の改正論議です。この裏金事件、皆さん派閥解消で騙されてはいけません。本当に大事なのは裏金作りを阻止すること。派閥は解消してもいずれ復活するんです。今大事なのは二度と裏金を作れないように法律をきちっと改正すること、ザル法を改めることです。政治資金パーティーの全面禁止、政策活動費の廃止、そして議員本人も収支報告書不記載の責任を問う仕組み、この3つは絶対大事でしょう。でも野党はどんどんハードルを上げていく。自民党は本当のところではこの法改正はしたくないんです。ですからこの通常国会、おそらく予算が成立した後4月5月6月あたりにこの法律改正最大の山場を迎えるけれども、私は総選挙を控えて与野党が仲良く合意することはありえないと見ています。そこで自民公明の与党が野党の反対を振り切ってザル法改正を強行採決したら、これは世論の怒り沸騰です。野党はそれを狙ってくるでしょう。自民党はこれだけは避けたい。そのためにはどうするのか。この法案を成立させてしまう前に衆議院を解散して国民の信を問う。そしてずるいんだけども選挙中は何でもやります。政治資金規正を改正します、どんどんやります、検討します、こういうことを言って選挙に勝った後ザル法を通してしまう、こういうずるい戦略が浮かんでいるんです。これは許してはいけません。岸田総理の9月自民党総裁選を乗り切るための6月解散、そしてもう一つは政治資金規正法の改正をごまかすための6月解散。自民党はこれに向けて照準を合わしてきました。これが岸田総理の驚くべき復活のシナリオ。このレールに私たちが乗ってはいけません。さすがに支持率が回復しなければ6月解散には踏み切れないでしょう。私たちがどんどん岸田総理を追及し、この法律改正、政治資金改革はイカ様だ、そういう声を上げていくことも大事です。そして4月28日の3つの補欠選挙、これが当面最大の焦点となるでしょう。鮫島タイムス、引き続きこの政局の動き、どこよりも早く分かりやすく深くお伝えしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。